早速参りましょう。永瀬智也さんの生での落語です。演目は初天神です。皆さん明けましておめでとうございます。本年も一つよろしくお願いします。昨年はですね、嫌なニュースね、もう耳にタコができるぐらい聞きましたね。まあ、私もね、一つ気になったのがね、親子の変なニュースね、ありましたね。あれも非常に残念なニュースだったんですけれども、まあ、いつの時代も親子っていうのはね、まあ、弱いものを、強いものが守る。そんで、まあ、子供のわがままを、まあ、親がしぶしぶ聞いてやるといった、まあ、こういう情がね、まあ、親子の絆を結んでいるんじゃないかなと。で、まあ、今日はこの親子にちなんで、初天神という演目を。あ、俺嫌だよ、絶対連れてかねえ。俺あいつ連れてたらお前底辺なんだ。お前お母死んねえかもしんねえけどな。お前あいつ連れてたらお前暇さえあれ、あれ買ってくれこれ買ってくれってお前うるせえんだからよ。何言ってんだよあんた連れてって。親入りよ、もう1年に1回しかない初天神だよ。ねえ、あの子首長くして待ってたんだからさ。やだね、絶対嫌なんだよあいつはね。もうほんともう最近泥棒猫にしか見えないんだから。ほら噂したら消えてきやがったよ。え、ほら見てみや、あの影。はい、泥棒猫が帰ってきました、ただいま。ほら帰ってきた、お前気したのかよ。え、なんだお前、もっと表で遊んでろよ。ねえ、当たった当たった。ねえ、何そんなかっこいい服着てどこ行くの。ねえ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 、お父っつぁんな。お父っつぁんはお前あれだよ、あの医者行って、ほら、あの注射打ちに行くんだよ。 え何それ、注射打ちに行くって言ったら僕が怖がるっていう浅はかな親の知恵。お前生意気なこと言うね、本当にもう。え、お母聞いたか今。本当にもうよ、お前あれだよ、お前表で遊んでりゃいいんだよお前なんてよ。ねえお父っつぁん、俺知ってんだよ、お父っつぁん初天神行くんだろ。なな、おいらも連れてってくれよ。やだよ、連れてかねえよ。お前絶対あれ買ってくれこれ買ってくれってお前うるせえじゃねえかよ。お父っつぁん絶対言わねえ、あれ買ってくれこれ買ってくれって絶対言わねえって約束するから。男と男で約束だよ。おい怖いよ怖いんだよお前。お前子供の喋る声じゃないだろ今の。びっくりした、もう。え、男と男の約束？分かったよ、おめえから男と男の約束なんて言葉聞けると思わなかった。分かったよ、じゃあお父さん連れてってやるよ。お前がそこまで言うんだったら。ああ、初天神な。おか、袖通してねえやつあったろ、あれ俺着させてやってくれ。ああそっか、男と男の約束な。よし、じゃあ行くか。お前約束破ったらお前あれだぞ、お前川におっぽり投げちまうんだからな。分かったよお父さん。ねえお父さん、すごいね、露天とかいっぱいあって綺麗だね、ほら。あ、雨屋さん。うん、雨屋さんな。うん、お父さん、雨屋さん。雨屋さんがなんだよ。俺はもうなんか嫌な予感がしてんだよ。お前もしかしてあの言葉言うんじゃねえだろうな。言わねえよ。男と男の約束なら怖いのだから。普通の子供に戻りなさいよ。え、分かった、普通の子供に戻るからさ、ね、あれこうやってこれ買って絶対もう言わねえって約束するから。飴買ってだよお前。え、約束するから絶対。ああ分かった、じゃああれ買ってくれこれ買ってくれって言わねえんだったらお前アメ、じゃあ1個ぐらい買ってやるな。ああよし。おいアメや、え、お前がお前こんなところに店開いてっからお前俺たち親は困るんだよ。いやお客様、私らはねお子様あっての商売でして、坊ちゃんほら、好きなの1個どうぞ。お前余計なこと言わなくていいんだよ本当にもう。え、じゃあアメ1個もらうから。ああ お前手出すんじゃない、俺が今取るからね。よし、じゃあこの赤いのを、赤いのと赤いの、赤い飴、赤いのは女の子っぽいからやだ。何言ってんだお前、お前そんなこと言ったらもう男の子は生涯いちご味が食べれんじゃねえか本当に。うん、じゃあお前ハッカだ、ハッカ、ほらハッカスースーするからやだ。ああ、バカお前、スースーするからハッカはいいんだよ本当に。ああ生意気ばっか言いやがってよ本当に。じゃあニッキー、ほらニッキーは、え、少年隊で一番おしゃべりだからやだ。お前バカお前、お前先輩なんだよお前バカもう本当にいいよもう。うん、あ、お客様、そんなにペロペロ舐められるとうちも商売上がってるなんて。バカお前、誰も見ちゃいねえ、分かりゃしねえよ、大丈夫だよ、分かった。じゃあもう、じゃあこの青いやつこれもらってっからね。ほら口あげろ。うん、うめえか。え、お前アメハニー当てんじゃねえぞな。アメハニー、アメハニー、アメハニー当てんじゃねえって。アメハ、アメハ、アメハって、お父ちゃんあれ絶対ズラだよね。お前余計なこと言うんじゃないバカ本当にもう。え、
お前いいんだお前そんなこと言わなくて、お前は。だから飴を歯に当てるなって言ってんだよ。ねえお父ちゃん、ほら飴を歯に当てないっていうのはさ、これ飴が早くなくならないようにっていう貧乏人の知恵でしょ。お前生意気なこと言うね本当にもう。お前そんなこと考えないで、ちゃんと前向いて歩きなさい。ほら水たまりがあるだろうな、ちゃんと前向いて歩きなさい。おいおい泣くんじゃないよ、叩いたぐらい。叩いたから泣いたんじゃないもん。今お父さんが叩いた瞬間に飴が落ちちゃったんだもん。何飴が落ちた、お前バカ、お前世の中お前3秒ルールってもんがあるんだ。お前どこだよ、言ってる、俺早く拾えばお前食えるじゃねえかよ。どこだよ。お腹の中食べちゃったのね、食べちゃったんだ。食べちゃったらしょうがない、それだって。だってお父さんが頭叩かなかったらさ、今頃おいしい飴が口の中にあった。あなんだよお父さん、たこ屋さんがある。たこ屋さん、たこ屋さんがなんだよ。お父さんあれ買ってこれ買ってって言わねえからタコ買って。なんだよお前そんな堂々と言うんじゃねえよ。お前なんかまたそのパターンが。お前お父っつぁんだってさ、友達みんな持ってんだよ。お前友達は友達だろ、お前うちはうちだよ。だってお前あのさ、お父っつぁん俺だけね友達みんな持ってて、おいらだけタコ持ってなかったらさ、みんななんて思うと思う。あそこの親ってひどいねってこう思うと思うよ。お前もなんか随分汚いとこが攻めてきたね。分かったよ分かったよ、もう買いますよ。タコ買えばいいんでしょ。じゃあタコ買うよ。どれがいいんだよおめえ。一番上のやつ、一番お前あれ欲しいのかよ。あそう、俺はしょうがないでしょ、行ってみるわ。おいタコや、タコや、あれだな、お前んとこのあのほら一番上のあのタコ看板、あれはでかくて、あの看板だから売り物じゃねえよな。いえ、あれ売り物ですけれども、いやだからあの上にあるあのでっかいやつはあれはあのタコじゃなくて看板だから売り物じゃないよな。いえ売り物です。あのなんだったらもっと大きいやつもありますけど出しましょうか。いやいいんだよお前、大人の会話ができないやつだね本当にもう。分かったよ。お前あれちょっとでかすぎるからな、もうちょいちっちゃいやつでしょ。お前子供なんだからさ。じゃあタコや、あのでかいやつの2,3個下のやつ、そうそれにあの糸目とあれ全部つけて、ちょうだい。悪いね、俺ちょうどいいじゃねえか。よし、じゃあ金こういでくから、悪いね。よしタコ買ったぞ。これとお前もな、お父さんもなんか変なこと言われねえだろ。おおなんだおい、こんなとこ広場あったかい。なんかねこの辺なんか工場が潰れて広場になったんだって。そうか。おお、タコ上がってる、タコ。おお、ちょっとうちらもタコあげるか。なあ、ちょっとほら、糸おかしよ。じゃあお前タコ持って、あの向こうの走って。そう。よし。いいよいいよ。あ、もっと遠く走れ、もっと。そう、もうちょいいいね。もうちょいいいだよ、もうちょいいい。そう。よし。よし。オッケー、じゃあそこでいい。そこで待ってろ。じゃあ今、傾き見るから。今日はタコ日和だな。じゃあお前な、お父っつぁんが火の風の見て叫んだらお前タコ離せよ。お前タコ離さなかったらお前タコになっちゃうからな。よし、じゃあ行くぞ。火の風の見、いやすごい、俺一番高が上がったんじゃねえかこれな。あお父っつぁんお父っつぁんな、おいらの時が一番高が上がったよな。おいらの時が一番高が上がったな。あそうだよな。よーしよしよし、こっからが勝負だ、こっから難しいんだよな。なあお父っつぁん、おいらにもやらせてくれよ。いやちょここがお前肝心なんだよ。ちょっと待ってろお前、こうやって、いやーこれたまんねえなおい。なあお父っつぁん早くおいらにもやらせて、おいらに買ってくれたんだろあれな。あうるせえうるせえ、ちょっと待ってお前、おちょっと前お糸がなくなっちゃったじゃねえかお前、糸買ってこい糸を、ちょっとなあお父っつぁん、おいらにも頼むからやらせてくれよな、ちょっとでいいからやらせてくれよ。楽しい、うるせえなお前、それ引っ張んじゃねえ、それ引っ張んじゃねえよお前、タコなんてなお前子供のやるもんじゃねえんだよお前、早く家帰ったろ。なんだこんなことだったら親なんか連れてこなきゃよかった。おお、すごい、やったよ、やったよ、くやった、よくやった、よくやった、よくやった、すごい、いやお疲れ様でした。いやー
ながら握手を求めらっしゃいますので、握手をいかがでしたか。あのね、芸名あげてね、うん、ぜひ何かの機会でやっていただきたい。マジっすか。もっとちっちゃいもんとかいろいろ、いい呼吸してる。そうですか。だって役やっても一人でしょ、大勢やんなきゃいけないんだもん。すごい、いやありがとうございます。